はい、じゃあスタートします。山の八幡宮をこう突っ切っていくわけですけれども、今から行くのはまずこの山の八幡宮を通り過ぎて、上毛山記の、山の上の日上毛山記ですね、そこをこう行きたいと思います。まだ住宅街なんで、人や車が通っておりますけど、ちなみにあっちが山名駅で、今日は高崎駅から電車で来て、この高崎自然遊歩道を制覇したいと思います。なんでこっちから来たかというと、前半はその文化的な場所が多いということで、今さっきの本当ね山の八幡宮もしっかり見たいところですけど、八幡宮ってことで日本文化が学べるし、今日、訪れる山の上の碑と金沢碑は上毛三碑というふうに言われていて、要は昔のことが書いてある石碑なんですけど、県内でもあの文化財としてかなり価値のある、ものです。それとその自然遊歩道っていうのが融合していて、前半はその山の上の碑と、金沢碑を生かすために、その万葉集の石碑が、これは後から作られたんですけど、29個あるということで、そこら辺もこう気に留まるものがあったら読んでいけたらなと思います。まあ全部を紹介するのは無理かな。こんな感じののどかな心です。お米が綺麗ですね。実るほど頭を垂れる稲穂かなってね。なんとか5時間20分より早くたどり着きたいと思ってるんですけど、大丈夫かな。ほらあんな感じで旗を立ててユネスコ世界への記録っていうことで、ユネスコ文化遺産にね縄文三碑ってのが選ばれて、今日のあのタゴの子、1個いけないタゴの子碑っていうのは、別のところに、遠いところにあるんですけど、今日はその上毛賛否、3つの石碑のうちの、1個、山の上の碑と、もう1個、金沢碑を訪れたいと思います。自然遊歩道と言うけれど、こういったように道路で整備されているようなところもあり、山道入ってまた道路に出たりと、すごく道のバリエーションがあって、散策違いがあります。今回その初めて、1日でその5時間20分のコースを制覇してみたいということなので、
初めてなんですけど、どうなるか、無事やり遂げることができるのか、はたまた道中で何が起こるのかっていうのをこう、YouTube にてやっていきたいと思います。とりあえず住宅地はちょっと急ぎで行きたいですよね。ちょっとなんか人の目もあるし、山の中の方が落ち着いて撮影だったり話ができるとは思うんですが、どうかな。こういったマップで、お便りに、旅していきます。この高崎自然遊歩道のマップは高崎駅のインフォメーションセンターでもらうことができるので、ぜひ手にして道を歩いてみてください。もしね、この動画を見ていいなと思った人は見てもらえると、その地図をもらって実際に歩いてもらえるとその良さが伝わると思うので、じゃあとりあえずちょっと歩くのに集中しよう。駅からほんのちょっと離れたらこんなに素敵な風景ですね。今からあの森というか山に入っていきます。まあハイキングというかブッシュウォーキングですよね、私が今からやろうとしてるのは。ハイキングっていうのはなんか山の上に、高い山の上に登っていくみたいなイメージがあるんですけど、ブッシュウォーキングってのは何かっていうと、まあブッシュっていうのは茂みですから、その森の中に入るっていうよりも、むしろその家の周りにある身近な自然の中に入っていって、それこそブッシュウォーキング、散歩をしたりだとか、あとはトレイルランニングね、走ったりとかして生活を楽しむっていう、ニュージーランドでは非常に日常的に行われていることで、それを趣味としている人も多いんですけど、まあ自分もその住んでいた町のファガタネっていうところが海に面しているところで、その海の近くからのブッシュウォーキングのコースとかあって、本当にその自然的には湘南みたいな地形で、海と崖が近くにあったりとか、あの茅ヶ崎とかそんな感じで海と山が近くにあって、すごくこう素敵なところで、その海に沈む夕日をその森の中から見たりとかして、非常にその、自然の中に入るとリフレッシュするので、あの本当によく歩いてました。そのコースがちょうど5時間ぐらいっていうんで、今回のその5時間20分のコースと長さ的にはだいたい同じぐらいだと思います。ただその、1日で歩き切りたいっていうような目標を持っていたんですけど、ちょっとあの子供がちっちゃかったもんですから、まあだいたいその上が3歳で下が1歳半とかなんで、まあ背負って歩いたりとか、歩けるところをこうね、歩かせたりとかしたんですけど、さすがにそんなちっちゃい子を連れて、歩くの
無理だろうってことで断念した経緯があって、でもやっぱいつかね、住んでいたそのパガタネに訪れてブッシュウォーキングを制覇してみたいっていう気持ちはあって、ですけどね、やっぱなかなか行けないわけじゃないですか。でそんな時にそのブッシュウォーキングをできる場所ねえかなって探していて、この道を見つけたっていう、ほら山の上の日、はい、こっちです、右です、行きましょう。山の上の日に行くにはちょっと階段が結構あるんですけど、そっからは森でいろんな虫の音だったり、ね、鳥の鳴き声ってのが聞こえてくると思うので、もうすごく癒しの時間になると思います。こっちだな。卓球の音が聞こえる、いいっすね、公民館でやってんから。地味に登り坂なんですよね。ほらだいぶ登ってきたじゃないですか。結構ブレるなこれ、両手で持つとあれですけど、画面がブレブレだったらすいません。くそ、山の上ステアだって言うんだ、英語で書いてあったかもしれない。いや、平日に休み取ってきたんで空いててよかったね。結構土日になるとやっぱり人がいますよね。山の中に入りたい。よし、頑張ろう。
菜直売所の買ってね。ここにお地蔵さんなんかあって、ほら山の上の人古墳。自然歩道から若干外れたかもしれないけど、まあ良しとしましょう。向こうにもね、本当はその自然遊歩道があったんで、あっちの山の道から駅から来れるっていうのはあるんかもしれないけど、ちょっと下の道通っちゃう。まあ多少のコースの違いは怖いってことで、ポイントポイントをこう押さえていけたらなと思うので、迷うかもしれないしな。初めてなんですよね。なんとなくつながってるってことなんで、その迷っちゃうかもしれない。まあいいでしょう。これ電柱電のね、看板で案内してくれると非常に分かりやすくていいですね。こんなお地蔵さんあったり、阿弥陀如来像があったりして、そのね、春の神社じゃないけど、こういうような歴史的なね、石像とかが置いてあると非常に風流ですよね。ちょっとおしぶりの雨が降ったんで道が抜かれんじゃないかな。来ました、山の上の入り口。あっち側に駐車場があるので、あっちに車止めても OK です。はい、今こう来て、ここから自然遊歩道に入って、この金沢駅まで行きたいと思います。じゃあ行くぞ。こんなように石字があってね、わあこいわー、まさかも悲しく草枕、田子の入り出の奥も悲しき、ね、別れてる妻を思う歌ですね。先森で行かなきゃいけなかったのかなとかね。よし行くぞ。このように階段です。いや、土が根から寝なければいいけど、普段はここにボランティアさんとかいたりとかして
まあ、イノシシも出るみたいですけど、ヘビ登ります。よいしょ、どんぐりが落っこってる。階段がね、結構疲れる。だけどいい運動っすよね。ダッシュとかでね、上がれたらいいんだけどね。後で詳しく話をしたいと思うんですけど、結構昔はお坊さんがいなかったみたいで、はい、これです。その山の上碑は飛鳥時代の天武天皇10年西暦681年に宝光寺というお寺の僧である長吏が亡くなった母親黒目閉じのために建てた石碑です。完全な形で残っているものとしては日本で最も古い石碑です。奇跡安山岩の自然石でできており、高さ111センチ、正面の平らな部分に縦書きで4行53文字が記されています。自然石をあまり加工せずに使用しており、古代朝鮮半島南東部にあった国、新羅の石碑に似ているものがあります。碑文には、宝光寺の僧、長吏の両親の系譜も記されており、母親は古墳時代、大和政権の直轄地である宮家を治めた豪族の子孫であり、父親も神津の国の有力な豪族の子孫であることがわかります。前橋市総社町にある三能廃寺で宝光寺の文字を刻んだ瓦が発見されたことなどから、長吏がいた宝光寺はこの三能廃寺であると推定されています。宝光寺は東国有数の大寺院であったと言われ、仏教は先進的な技術や文化を伴って伝わったことから、長吏はかなりの知識人であったと考えられます。山の上碑には長吏が母である黒目閉じを供養するとともに、神津の国の有力豪族の子孫であり大寺院の僧でもある自らの存在を後世に伝える目的があったと考えられています。碑文はすべて漢字で書かれていますが、日本語の語順で読むことができます。現在につながる日本の漢字の使い方を見ることができる大変貴重な資料でもあります。山の上碑からは中国大陸や朝鮮半島から伝わった石碑文化、漢字文化や仏教信仰が日本の古代社会に根付いていく様子を知ることができます。山の上碑は東アジアの文化交流の様子を示す重要な歴史資料として、1954年に
特別史跡に指定され、2017年にはユネスコ世界の記憶に登録されました。英語で1分間説明があるみたいです。 The Yamano Ue Stela, erected in 681, is the oldest stela that remains standing in Japan. According to its inscription, priest Chori erected the stela in memory of his mother. The inscription notes his ancestors on both sides, which suggests he wanted to express his pride in being the priest of a major Buddhist temple.And also a descendant of such influential families. This stela documents how Buddhism and the Chinese writing system were adopted and accepted by Japanese society in ancient times. Due to its outstanding value in confirming the transfer of cultures within Eastern Asia, the Yamano Ue Stela was designated in Japan as a special historic site.In 1954, and recorded on the UNESCO Register of Memory of the World in 2017. はい、山の上の日でした。ここでパンフレットがも、もらえるんで、後で詳しく読みましょう。で、上も賛否カルタっていうんで、こんなんがあります。もともと縄文カルタっていうのがあるんですけどね。はい、よし、じゃあ行きましょう。よいしょ。古墳ですね、山の上古墳。中に入れます。みたいなのがあるんですけどね。よいしょ。暗くて見えないかな。先森に旅立ったあの方の姿だったってあるね。日の暮れに薄いの山を越える日はせいなのが、袖も鞘に降らしつつ、袖もはっきり見えるほどひどくって峠を越えていった人、先森に旅立ったあの方の最後の姿だった。見送った奥さんの気持ちですね。はい、ここからは森の中入っていきます。じゃあここで一旦止めます。